株式会社ステーションビル緑は長野県長野市に本社を置く企業。東日本旅客鉄道の連結主会社。長野駅、松本駅ビル、緑スーパーマーケット、生鮮市場 JC を展開するほか、JR 東日本長野市社館内で各種駅中事業を営む。長野駅前行寺口にある駅ビル。 1985年開業の北東側の胸と2015年開業の南西側の胸からなり、両胸は1階、2階と3階で接続されている。増築胸は2階中央部を JR 長野駅コンコースが貫き、南西端はホテルメトロポリタン長野と直結する。既存胸は地下1階で、長野電鉄長野駅及び東西連絡地下道に1階2階で、 JR 長野駅緑口に2階で JR 長野駅駐車場に接続する。北陸新幹線延伸に向けての開発コンセプトは4新五貫。フロア主な手なんと営業フロア主な手なんと営業生鮮市場 JC 北長野店株式会社品のエンタープライズから引き継いだスーパーマーケット事業。現存店舗は長野駅近くの線路沿いに位置する。 店舗営業蒸気のほか、コインロッカーの設置、月決め駐車場の管理、効果、下スペースの貸付、飲料自動販売機の管理を行っている。ありがとうございます。